はい、焼けました。こんながっつりハード系だけど中はすごい柔らかい。こう噛んでるとね、最後やっぱね、背盛りの甘さ、こうやって混ぜ物しててもよくわかるんでね、喉通るときすごい甘い。うめ。今回の茶バターはもちろん背盛りな粉を使うんですけれども、背盛りな粉を何で使うのか、どのように扱うかっていうのがポイントです。あの冷蔵発酵で作るんですけど、ただ混ぜて作るだけじゃなくて、こういう風に作るからボリュームが出て、あの粉の甘みが出るっていう作り方がポイントなんで、ぜひ押さえてください。この黄色いのが焼くと中は真っ白なんだよね。で、あんだけ柔らかかったっていうか、ドロドロしてた生地、今ミキサー見てもらえば分かるけど硬いでしょ。だからこれがまあこねながらどんどん水を吸ってってるんだよね。麦が含むっていうか、含むことができる水の量っていうのは、だいたいどの粉もぐらいまでって決まってんの。だからよくね、水が 120% 入れた食パンだとかよくネットで上げてる人いるけど、それはグルテンの骨格がちゃんとしてるから、まあパンにはなるんだけど、腰折れしやすいし、果たしてそれが美味しいかっていうと、入れた分だけ甘さは出るかっていうと、そういうわけじゃないです。水が甘くなるわけじゃないから、麦が甘くなるんだから。ほら、いいね。はい、もうこれで完成です。こんな感じ。ほら、表面がもうつながってるでしょ。なんかあれっていう感じで、これぐらい触ってみてください。ほら、お、すごい。はい、これがパスタに使われてる粉です。こうにして終わり。ちゃんと裏表覚えといてね。で、粒度のすごい粗いっていうかね、粉だから、ストレート法で持っていくとパンにはなるんだけど、なかなかね、こう食べた時に良さが出ない。硬い小粉っていうのは冷蔵発酵とか長時間発酵がすごく向いてるんですよ。手で取っても構わないですよ、こういうのって。こうやってペタってではないです。甘いでしょ。でチーズ乗っけて焼いて食べても美味しいし、硬い小麦の粒子の粗い粉をどういう風にしたら甘み美味しさを出せるかっていうのがポイントで、どういうパンを作りたいかっていうのを明確にした上で、レシピの説明とか作り方とかをこう理解していただけたかなと思って、すごい大好評でした。